Hello everyone, this is Clemence Channel. 今回はとっても楽しみなことがあります。日本の商品を注文して今日届きました。イエーイ。アメリカに来て9、10、11、まだ3ヶ月ぐらいしか経ってない。日本食恋しいです。かといって食べようとはしないんですよね、外食で。まあ、まず1つ目の理由としては高いし、2つ目の理由としてはそんなお寿司とかそういうのじゃなくて普通に家のものを食べたいと思うので、別に外食するほどではないかなと思ってます。今回は日本のレトルト食品とか欲しかったものを注文したので、それを開封してきます。ちょっと雑ですいません。こんな感じです。ゼンマーケットっていうサイトを使って日本のアマゾンとかから注文しました。日本のアマゾンって食品とかは売ってないので、ゼンマーケットっていうサイトを使ってアプローチしました。おい、コンコン、やったー。本当にね、バブルラップされて、何注文したか見せるほどのものではないんですけど、海外住んでる人からするとこれはとても大事な貴重品です。まず一つ目がペヤングです。バブルラックで包装されているペヤング、多分人生で初めて見ると思います。ペヤングはアメリカに来て人生で初めて食べてみました。1箱しか買ってなかったんですけど、意外と美味しくてあまりね、インスタントとか避けてたから、大学がもうチャンス、もう1回購入しました。3つのセット購入したんですけど、12個でいくらっていうのもいろいろあって、ペヤングの味とかもいろんな味があったり、激辛のもあったり、本当に種類がたくさんありました。ハウスのザ・ホテル林というハヤシライスのレトルト2つで1つのを買いました。カレーのはね、持ってるんですけど、それもだんだん食べ尽くして、で今は林に進んでます。一応食堂とかで食べてるんですけど、週末は1日2回しかオープンしてなくて、しかも種類がすごく全然少ないので、外食するよりかはこういうの食べた方が安いし、日本食をたまに食べたくなるのでこういうのレトルトのを食べてます。というわけで、林ライスの林とライスの方を買いました。すっごいぐるんぐるんにラップされてる。どれもレトルトのご飯が3つで1つのを買いました。というわけで、一緒に梱包されてたのがこの林ライス2つとご飯3つ、そして最後にこちらです。こちらは何かというと、ここに書いてある通りプロフェッショナルブラッシュです。メイクブラシを買いました。ブラシって管理するのがめんどくさいし、なんかそんなにメイクしないからまあいらないかと思ってたんですけど、指の油分とかも気になる時もたまにあるので、ブラシを購入しました。ティファニーブルー系の色が好きなので、そういうのを探してたらなんとあったんですよ。収納付きのメイクブラシを買うことができました。ダイソーのミッキーとのコラボのブラシに似てると思うんですけど、一個紹介すると、ファンデーションブラシ、コンシーラーブラシ、チーク、アイシャドウ、あれこれはハイライトとかかな、アイブロウのブリッスル、これもよくわからないけどペンですね。開けて気づいたんだけど、こうやって取るとリップブラシになってます。そしてこちらが線とか引けるアイシャドウブラシになります。あまりちょっとブラシの名前覚えてないんですけど、何に使うかはなんとなく知ってます。こんな風に筆用のカバーもついてくるので、持ち運びにも使えると思います。蓋は磁石タイプでスポッとはまります。色もね、ラベンダー系のブルーとかベビーピンクとか3色ほどあったので、もし興味ある方はぜひチェックしてみてください。以上、ペヤング、ご飯、ハヤシライス、そしてメイクアップブラシを日本から取り寄せてみました。私が使ったサイトはゼンマーケットっていうんですけど、1週間ぐらいとか10日ぐらいで届きました。ネットで注文とかしたことないんですけど、日本から注文してこんなに丁寧に早く届くのはとてもありがたいです。新しいアカウントを作ると300円無料でついてきます。そこからヤフーショッピング、楽天市場、日本のアマゾンなどなど、いろんなサイトにアクセスすることができます。注文した後のまとめクーポンも無料でして、まとめて送ってもらうこともできます。ちょうどクリスマスプレゼントにぴったりだなと思って、この時期に動画を出したんですけど、プレゼントとかで送る場合は値段も消したり、パッケージもこんな段ボールじゃなくてもいろいろ工夫ができるので、自分だけじゃなくて他の人にも送ってあげることができます。この箱を取りに行くとき友達に説明したんですけど、日本の商品ってやっぱり手が届きにくくて、その子日本が好きなんですけど、こうやってネットで買うことも一つの手段だと思うし、もちろん日本ほど値段は安くないかもしれませんが、日本まで飛行機で飛ぶよりかは全然安いのでおすすめします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価お願いします。 LINE、 Twitter、 Instagram もやってるのでぜひチェックしてみてください。ではまた、バイバイ。